お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのミラー枯渇やっていきたいと思います。まあ、こちらなんですけど、テンプレのね、テスラ枯渇ですね。ここ最近はギャングではなくてスキがねよく使われてます。まあ、マザネク対策であったり、まあ、回転早くプリンとかテスラとかね出した方が強いよねっていうので、まあ、最近はねスキ型のテスラ枯渇があって、そのロケットですね、テンプレのロケの枠をただただ鏡、まあ、ミラーに変えただけのデッキなんですが、これがね、まあ、楽しいかつめっちゃ強いですね。プリンセスミラーだったり、またテスラミラーで、最後の最後はバレルミラーとかもできるので、ちょっとねミラーを生かした攻め方でやっていきたいと思います。さあやっていきます。でロケがない分、最後の削りがちょっと弱いので、まあ、序盤からゴリゴリに行きたいね。でプリンセスがとりあえずほんとチートなんですよ。枯渇デッキってもうプリンがただただ強いんですよね。なんかゴブリンバレルが強いというか、もうこのプリンセスが強いんで、もう端前プリンにしまくって、プリンでねダメージ稼ぎます。まあ、プリンとバレルでねもうゴリゴリに攻めてあげる感じで、今回相手が遅延スクラなのかな。一応トルネード警戒の位置に出して、さあファイボー、まあ、遅延スクラっぽい顔はしてますよね今んとこ。さあファイボー使ったんでね、今は無限プリンちゃん。まあ、基本的に防衛はプリンセスでかな。まあ、テスラ置いてもいいですしね。さああとは細かいので回して、であのベビーはもうテスラで美味しくいきましょう。で今一応トルネもタルも残ってるんで、まあ、ゴブリンバレルねちょっと飛ばすの一瞬待って、ワンチャンタル来たら延命、いやーこれ延命ですね。よいしょ。でここにタルが来るんですよ。そしたらさあそれを延命してからの、いや来なかったですね、ごめんなさい一応ちょっとトルネ警戒だけしてね。まあ横タル、これなんなら延命できるんじゃないか。なんか変にしすぎも良くないですけどね。できそうだったらしてあげるぐらいはいいと思う。いいね。さあ無限にプリンが残る。テスラ置いてあげようかな。この一匹のね、一匹って言い方欲しいか。プリンにね、ちょっと命かけてあげてね。さあ、そしてテスラこう残ってたらまた端前プリン行きたいんですけど。行きたいんだけど、まあ取るね。さあ金ギドを。プリン、まあ、キングダウンされちゃったんですけど、まあまあまあ、エレスピで結局いつかはされるでしょうみたいなところありますし、エレスピなんでね、スケートンラッシュにちょっと強いですよね。さあ、ウッドで削りながら、相手のもう盾はテスラナイトで溶かすって感じですね。さあ、とりあえずテスラ置いてしまえば、で、バレル飛ばして、樽なんで横にずらした方がいいかもね、左右に。さあ、相手ずれてる。で、プリン。で、ウッド。で、ここでナイトとか出す必要がないんですよね。できるだけ低コストで回した方が相手からしたら辛いんですよね。でここは蓋をするナイトですね。そうすると相手のスケルトンラッシュをねタワーが攻撃してくれるんで、まあ、あと LSP もあるんだね、余裕で守れると。でテスラが入ってるよね。よいしょ。さあテスラゲーですけで気づけばプリンが溜まってる。まあさすがにこれファイブ行かれるかもしれないんですけど、さあ相手はなんかアイウィズかなんかと間違えたっすね。さあ延命できそうだったのでちょっとだけしてあげる。でさテスラでゴブリンバレル、ちょっとねいつもと違うところに飛ばしてね。さあファイアボールでファイアボール使ったんでプリン、あの枯渇マジで、まあ、テスラとプリンが強すぎるんで無限にこれできるっすね。プリンテスラゴブリンバレルウッドスケーレスピとかその辺でずっと回せるんで、まあ、あと端前プリンもね相手は常に警戒しとかないといけないんでね。で困ったらテスラ置いて、いやマジでこれえぐいよな、マジでなんかパワーを感じるよね枯渇の。さあちょっといかれちゃったんですが、テスラをできるだけ延命してあげた方が防衛が楽になりますね。さあウッド削り、もうロケがないんでね、ロケがないんでゴリゴリいきます。さあこれ左側にやってからの右側ですねそうするとこれが通る。ああ、いいファイボや、いいファイボすぎるけどファイボ使ったよねっていう。さあウッドで削っていくよ。ウッド削り、逆サイ端前、さあそっちか、延命できそうならしてあげる。さあでウッドがあればスキラはね大抵止まるんですよね。あとはね後ろに出してるプリンが頑張ってくれてます。問題はあとちょっとね、やっぱなかなか削れないよね俺。さあ
タルババア。いやこれ、あ、一発入ったらできれまして、一発入る。でこれ端前止めとけば負けることはないんでね、スケルトンラッシュね、タワーが防衛してくれるんでね。さあ横にずらして、横にずらして、さあプリンが3体、ベビーフラも2体、さあなんか入るやろ、オッケー。さあプリンセスが入っていくと、まあ、プリンがこんな感じで無限に生きるので、そこがね強いですね。さあよろしく、まあ、無限にねプリンですね、ほんとプリンです。おお、ちょっとこれやだやだ、ちょっと汗。相手がしょっぱなから結構ヤンキーじゃないですか、あなた。あ、でもこれプリンが残ってるんで、いやーこれスケブー、まあ、間に合わないな。さあヤリゴブ、ガゴムレ、コウモリとくればスパーキーが、あと迫撃ディガーもあるね。ディガーだったんで迫撃ディガーかなーぽいっすね。で相手は確実なディガー削りあって、僕は削りないので、もうこの間に端前プリンで削ります。さあ、あーウッド構えとけよかったな。まあまあテスラがちょっとやってくれるよね。おい、サボるな。まあ、ガゴムレディガーか。ディガーのダメージはできるだけ抑えていきたいのと、まあ、ほんと、端前プリンなんだよな、もうダメージ稼ぐのがね、ここ最近は。さ、とりあえず拾う。このディガーのダメージやっぱ抑えたいですからね、僕は。このディガーのダメージをどれだけ抑えられ られるかで、まあ、勝敗変わってくる。うわ、やたるか。ヤタルはちょっと安っすね。いやでも、よ、しかも今、タル使って、コウモリか。いや、これコウモリがあるな。よしよし。いや、でもいい。この序盤の間に結構なダメージを稼げるのはでかくて、ヤタルなんでね。まあ、LSP プリンの一発でガゴムレ処理とかね、ちょっと狙いながら。よし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 。このダメージはでかい。このダメージはでかくて、ヤタルの小物すごいいっぱいですね。ウッドぐらいが咲いてますそうだな。相手のディガーを早く溶かすことも大事。さあ、よいしょ。しっかりスケでね、処理して、テスラが残ってるのも熱いね。でもバレル回ってて、今テスラが残ってるんで、これ対応してきたやつ全部テスラがやってくれるんでね、この間に攻めます。で、プリンで、多分、コウモリ。ガゴムレもワンチャン。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、LSP 強いな。LSP 強いで、残り物のテスラに頑張ってもらうと。で、ちょっと痛そうなダメージは、スケでカバーしながらね。さあバレル回ってきたので攻めます。いやウッとしてもいいんだけど、僕の負け筋は相手のなんかムートギャングみたいなね、あの攻めなので、それだけちょっと警戒して。よし LSP、 よし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 、いいぞ。最悪困ったら LSP ミラーみたいなことしてもいいんじゃないか。テスラミラーとかね。でこれ残しそうなら残したいよね。テスラ残るだけでやっぱ強いからね。さあ LSP とプリン一発で処理して、しっかりね、手堅く守っていこう。あー、ギョギョ、いや、これは分かったんじゃないか。いや、最後ロケットがない分ね、もうなんか、今いけるだろうっていう時に、端前プリン、そして、あとはゴブリンバレルミラーで削っとかないと、まあ、ほんと最後の最後の削りがちょっと弱いんでね。まあ、それ以外に関しては逆に強い。序盤の間でめっちゃ攻めれるから、序盤に関しては強くなったかもしれない。どんどん行きましょう。あー、初手バレルか。初手プリンがマジで欲しいですね。理想は初手プリンっすよね。初手プリンがマジで強えの。トルネで金起動とかもされないから、なんならゴブリンバレルよりもリスクが低いよね。で、今回ゴーストなんで、まあ、陸デッキっすよね。ペッカ工場か、まあ、神器デッキとか、まあ、いろいろありますけど、まあ、これは相性いいんじゃないか。プリンセスミラー大量生産して、あとは相手のマジックアーチャーってウッドミラーでハゲなかったっけ。いやーちょっと覚えてねえなあ。でも違うわ、俺の持ってたデッキと。神器デッキか、ペッカじゃないですね。さあ、でこのデッキもしかしたら相手ファイボ系がない、タルユキとかの、あー、ゴリゴリあって、ごめんなさい。いやー、しかもなんかちょっと嫌だな、俺の思ってたのと違うし、結構なんか痛いっすね。痛い。まあ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 、まあ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 。さあ、ゴースト処理。一応バレル飛ばして、相手のスペルをまず把握しないとね。いや、いい。いや、いいよ。めっちゃ入るやん。コストがねえのか。入りすぎじゃね？
よし、ワンプリンクの範囲が。あ、チート。マジプリンチートだよな。さあ、レシピ。あ、延命してあげないか。いや、これ残るよな。残る。ナイス。熱い。これだけで熱い。雪なんだね。雪だから、いや、序盤にそんなにダメージもらっていいんすかっていうぐらいもらっちゃったっすね。さあ、爆発してる相手。おー、ペックか。いやー、まあ、端っぷりはね、どうだろうって感じなんですけど、まあまあまあ、ちょっとダメージね、稼いでいこうぜって。あともうテスラっすよね。テスラゲーです。なんならちょっと内側に置いちゃおうかな。なんならこっちにも置いちゃってみたいな。これヤンキーすぎるかな。でもちょっと面白そうじゃない？いきます。鉄壁。で、しっかりスケで押さえて。いや、これやばいな。やばいやばい、そんなことしとると。やばい、待って、マジでやばい。そんなことしてる場合じゃなかったな。まあでも。いや、いい受けなんだな。いい受けだ。あ、危ない。ちょっと危ない。さあ、で、一応ちゃんとゴブリンバレルで落としとかないと僕危ないんでね。しっかり落とさせてもらって、まあ、ウッドミラーだから落とせるか。ぶっちゃけ。しっかり拾っていくね。あとはプリンが、相手、まあ、ポイズンと雪なんで強いんでね。プリンを両サイドに設置。すると、どっちか絶対生きるんでね。そして、あとは範囲攻撃のね。で、気づいたらもう一回プリンが回ると。延命できそうだったら延命してあげてね。いやー、これは来たんじゃない？え？何やってんの？ちょっと、何やってんの？あなた。あとは、まあ、ウッドミラーか。確実なダメージはウッドミラーで稼げる。あ、終わったっすね。さあ、ナイスと。まあ、なんか、テスラミラーあれば、ロケないけど、バルーンとかも守れそうですね。さあ、よろしく。まあ、プリンね、大量ですね。プリンゲーですね、枯渇は。プリンがとりあえず強いんだね。さあ、ボンバー取るね。エレジャイかな。ボンバー取るねってなんかエレジャイぐらいしか思いつかないよね。あとゴレとか。たまになんかゴブドリも最近いますけど、なんか違う気はするよね。そういえばトルネ使ったんでね、定位置でいきましょう。あー、多分そうっすね。エレジャイっぽいっすよね。さあ、小物で回してあげて。やべ、空振った。さあ、相手ライトニングってきた。ここ結構チャンスじゃないのか。どっちに何しようかな。ボンバーいるんでね、やっぱ。もう金機能されてもいいんで、ダメージ稼ぐ方。ワンパンがね、嫌っていう。よしよし。さあ、プリンが強えな。で、あとは、エレジャイなんで、テスラを置いて、ライトニング打たれたら、もう一本テスラ置いてあげようっていう。まあ、そんな感じかな。プリンだと、エレジャイを溶かす火力がないんで、絶対施設で誘導しなきゃね、事故るんでね。まあ、それだけ気をつけてあげれば、まあ、エレジャイならいけるんじゃないのか。わかんないけど。さあ、まずはテスラ一本目。まあ、ボンバーとかで溶かしに来るのかな。なんかプリンスがね、嫌ですね、僕からしたら。で、一応タゲ取って。さあ、で、やっぱ回転が速いのが強みなので、ここでもう一回テスラが回っちゃうっていうね。もう相手笑うしかないね。めっちゃ生えてくるやんってなってんで。さあ、端前プリンでダメージ稼いであげて、まあ、今ユニットでね、対応してきたら残ってるテスラで頑張ってもらうみたいな感じですよね。あのテスラなんか地味に安っすね、でも。うん。さあ、ナイトからゆっくり行こうか。ウッド削りの、もう一回テスラ立てとけばね、本当に。テスラ立て立てゲーミングなんでね、今回僕は。テスラをいかに多く立てられるかっていう選手権。さあ、ライト。まあでもそこに使ったらね、こっちのテスラはどうすんだいっていう話になるんでね。そしたらまた無限ですよね。よいしょ。で、プリンでしっかりお掃除してあげてね。あとはバレルでと。いや、いいね。もう相手のスペル的にもプリンがね、無双しますしね。で、こういうの邪魔だったら、ここでスケでね、生やして無理やり処理します。いや、いいね。テスラ置いとこうかな、ここ。お、相手。ああ、イレスピとね。トルネでね。おしゃれですね。
いや、あとはロケが欲しいな。まあ、ウッドでテスラですね。で、ここでもし、もう一回エレイジャー生きても僕、もう一本生やせられるんですよ。お相手も、林ゲーミングしてんな。ピピューンって、これ一回はしたかったやつね。10秒デッキぐらいしかこんなことすることないんでね。さあ、まあ、テスラが無限なので、さすがに余裕ですね。ナイス。さあ、よろしくねと。まあ、今みたいなね、まあ、理想ですよね。テスラ無限。あとは、端前プリンとバレル。いや、これ神だ。初手プリンできんの。わあ、初手親衛隊ちょっと違えだろ。親衛隊ロイフグかな。親衛隊ロイフグっぽいよね。親衛隊ロイフグは、ホバがちょっと嫌だね。ホバがちょっと嫌だね。まあ、あとは、テスラはこれ延命してあげないと勝てないですね。大事なのは。テスラがやっぱ強いんだよね。本当に。スケールSPとかその辺にしっかりテスラ延命してあげて、あとはここはちょっと端前プリンって対応してきたのはこのテスラに頑張ってもらいたいなっていう。まあ、マザネク型ね。さあ。LSP でちょっとだけ耐える。で、タルババでしたね。で、LSP がマザネクになってるんですね。だからちょっと回転が重いです、相手。普通の支援体力の1コストの枠が4コストになってるんで、ちょっと回転が重いので、まあ、ゴブリンバレル積極的に投げながら攻めていきたいかな。いやー、これ端前でウッドしとけばよかったな。ウッドのダメージですら稼ぎたいよね。まあ、あとはプリンでもう序盤の間になんか相手に攻めさせないというか、ずっと俺がペース握るのは大事かもね。まあこれ結構もうきついんですけどね、正直。さあ、まあこれは大丈夫そう。まあでもマザネクのダメージって一発100近くあるんですよ、地味に。110あんのか。結構高いな。結構高いな。で、もしかしたら、端前プリンも今大事なんだけど、単純にもっともっとゴブリンバレル飛ばす方がいいかもしれない。今回の相手に限っては。ファイボタルで、ファイボの回転速度がやっぱ遅いから、その分プリンが残るんでね。端前で簡単に処理されるのがちょっともったいないっていうのもあるね。さあ、プリン。ないと。まあ、一回ちょっと待ってね。ここぐらいはいいんじゃない？さあ、ウッド。で、今、ファイブ使ったんで、このプリンがまた無限で、もう一回バレルですね。これ定位置でいいな。何も回ってないんじゃない？ザッピー、マズネク、ホバーあたり。さあ、親衛隊。いや、いいね。で、あの親衛隊は、ウッドで早めに盾を溶かしとくの結構大事ですね。よいしょ。ナイス。いや、天才か。で、あとはプリンが無限なので、プリンだけね。いや、残れば神だったけどな。さあ、バレル飛ばす。いや、思ったよりダメージ入ってんのも痛いね、だもん。で、ファイブを使ってタル使ったんで、これが刺さるんですよ。まあ、ザッピーかな。いや、死にたいか。いや、でも、レベル10だからな、俺。うん。で、プリン出して、プリンちょっといっぱい出していこう。ウッドで剥がす。さあ、でしっかりテスラで、これ僕の負け筋な、ここのホバなんでね。よいしょ。なんだ、もう一本ホバじゃない、テスラか。いや、ちょっとなんか防衛がね、慣れてない感がちょっと出てかもしれないです。さあ、バレル飛ばして、いや、タイミングかぶるよね。いいタイミングだ。いや、あとちょっとなんだけどな。あとちょっとがマジで世界一吉。さあ、プリン出してあげて。さすがにレベル高い方に5打ってくるかな。さあ、もう一回プリン出してあげて。いやー、右側延命したかったけど、まあまあまあ、無理するのが一番良くないんでね。さあ、定位置飛ばす。あと、端前プリンもちょっと狙いながらね。いや、位置ずれてんのよね。これ強いからね。さあ、このバレル、あなたはどう守りますか。相手もでも分かってね。もう一回来るやろ。いや、レベル高い。あと、打っとけんね。さあ、ウッド回して、ウッドだけ回せば俺の勝ちなんでね。オッケー。危ねえ。さあ、ちょっと怖いけど、まあ、プリンセスがね、結構無双しましたね。2周目、3周目と、無理やり回せるんでね。さあ、ナイス。はい、ということで今日はね、枯渇のミラー型やったんですけど、まあ、なんか楽しいね。ミラーはね、ただただ楽しいから好きで、しかも意外とね、
強いっていうね、まあ、時と場合によりますけどね、はい、活躍する時もありますので、皆さんもぜひねこちらの枯渇ミラーでね、まあ遊びながらちょっと枯渇もね触ってみてください。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。